昨シーズン日本シリーズで好投したヤクルトの奥川投手、オリックスの宮城投手は共に高卒2年目の投手でありました。またオリックスのショートには同じく2年目の紅林選手が守り、ヤクルトの4番には高卒4年目の村上選手がいました。このように近年のプロ野球は若手の台頭が目覚ましく、またどこの球団も育成に力を入れていて、球界全体の若返りが活発になってきています。それは20代後半30代の選手にとっては、1シーズンでも調子が悪いとすぐにレギュラーを奪われ、戦力外候補となってしまうということでもあります。そこで今回はその世代交代の波に飲まれ、今季各球団で崖っぷちのシーズンを迎えることとなる選手をピックアップしましたので紹介したいと思います。西野正弘、オリックスバファローズ。25年ぶりのリーグ優勝を果たしたオリックス、紅林、太田、北など12球団の中でもトップクラスで若手野手の台頭が目覚ましく、これからチームは黄金時代を迎えそうな予感も漂わせていますが、中堅選手にとっては一層厳しい状況となってきました。西野選手は今シーズン8年目のシーズンを迎え、年齢も32歳になり、チーム内においても足立や T 岡田らに次ぐベテラン選手となります。手腕な打撃が持ち味で、プロ入り1年目から1軍に定着し、2年目の2016年にはセカンドのレギュラーとなって全試合出場も果たしました。しかし2017年に打撃不振でレギュラーを外されると、その後は怪我が多く出場試合数をどんどん減らしてしまいます。そして昨シーズンはプロ入り最少となる18試合のみの出場に終わり、安打数も6本しか打てず、チームが優勝争いをする中でも貢献することができませんでした。さらに日本シリーズには出場選手登録こそされたものの、同じ内野手の宗、紅林、太田が躍動する中で、西野選手は代打ですら出場機会はなく終わります。昨シーズンオフはなんとか戦力外は免れたものの、ドラフト会議では大卒内野手で左打ちの野口が加入しました。チーム内には内野ならどこでも守れる大城や山足の存在もあり、西野選手の居場所はさらになくなりつつあります。年齢的にも即結果を出さなければいけない状況で、なんとか自慢の打撃で存在感を発揮していきたいところですが、今シーズンがダメならおそらく西野選手の来シーズンはないでしょう。井上誠也、千葉ロッテマリーンズ。井口監督が就任してからチームの成績はどんどん上がってきて、今年こそ悲願のリーグ優勝達成を目論む中、井口政権発足当初4番に座り打線を牽引した井上選手の存在が少しずつ薄くなってきています。2018年から3年連続規定打席に到達し、それまで主軸打者としてなくてはならない存在でしたが、昨シーズンは交流戦期間中右手首を痛めてしまい、登録抹消ということになりました。以降同シーズンは一軍に登録されることはなく、結局23試合のみの出場となり、ホームランも1本に終わります。井上選手がいない中、ファーストにはサードから移ってきたレアードが活躍し、また長打力が自慢の山口、安田などの若手内野手も成長を見せてきました。一方井上選手は10月に手術も受け、実戦復帰までは5ヶ月を要するということで、今シーズン開幕に間に合うかも微妙な状況であります。井口ロッテ発足以来打線の中心であった井上選手も、今シーズンはレギュラーという立場ではなく結果が求められることとなりました。守れるポジションがファーストしかなく、怪我の程度では今シーズン終了後に即戦力外ということもなくはない状況で、復帰後再び豪快なスイングができるかにかかっています。塩見隆弘、東北楽天ゴールデンイーグルス。貴重な先発型サウスポーである塩見投手ですが、昨シーズンは同じサウスポーで新人の早川が9勝を挙げる中、自身は1試合のみの登板に終わりました。早川以外にも田中、岸、則本、滝中などリーグ屈指の先発投手群を誇る楽天だけに、なかなか出番がやってこないという不運もありますが、今年はなんとか登板数を増やしたいところです。塩見投手は田中マー君と同級生であり、2010年ドラフト1位で入団し、今シーズンで12年目の選手となります。即戦力投手という名に恥じない投球で、1年目から先発ローテーションに定着し9勝を挙げる活躍を見せると、その後もチーム先発投手陣の一角として登板を重ねて、2012年にはオールスターにも選出されました。2016年に24試合の先発で8勝、投球回数も148イニング投げましたが、以降のシーズンでは先発ローテーションに定着できずに、2020年シーズンには16試合の登板で4勝、そして昨年は2013年以来の0勝に終わってしまいます。複数年契約ということもあり、今シーズンは迎えることができましたが、結果が出ず契約が切れれば即整理対象選手として名が上がってしまうことでしょう。上林誠二、福岡ソフトバンクホークス。上林選手は俊足、強打、攻守に強肩と素晴らしいポテンシャルを持った選手ではありますが、
2019年以降打撃不振に苦しんでいます。プロ入り4年目となった2017年に初めて規定打席をクリアしてライトのレギュラーを獲得すると、翌2018年には全試合出場し22本塁打をマークする長打力を発揮する一方で、俊足も生かし3塁打14本も記録、一気にチームの主力へと成長を見せました。順調そのものだったここまでのプロ野球生活でしたが、2019年に落とし穴が待っていました。同年は子宮の影響でシーズン序盤に離脱すると、復帰後は調子が上がらずに99試合の出場で打率1割9分4厘という結果に終わってしまいます。すると2020年以降も調子が上がることなく、昨シーズンも39試合のみの出場で2本塁打、打率も3年連続となる1割台ということになってしまいました。その間に1歳年下の栗原が外野のレギュラーに定着し、柳田もまだまだ衰えそうにないので、上林選手は残り1枠の外野のポジションをつかみ取らなくてはいけない状況となっています。まだ20代であり、持っている身体能力もとてもレベルが高いので、今シーズン結果が出なくても即クビとはいかないでしょうが、このままでは守備固め要因、もしくはトレード要因となってしまうかもしれません。中島拓也、北海道日本ハムファイターズ。12球団一早抜き選手に対し厳しい日本ハム、昨シーズンも長年チームを支えた西川、中田を諸事情があったとはいえ放出、近年活躍を見せていた太田、秋吉も実質戦力外と、チーム内での血の入れ替えが急速に進む中、おそらく今シーズン結果を出さなければ中島選手も厳しい立場となりそうな感じがします。中島選手は2014年からレギュラーとなり、2015年、2016年は共に全試合出場、日本一にも貢献し、堅実なショートの守備と粘り強い打席でのアプローチが持ち味でしたが、昨シーズンは一軍定着以降最少となる67試合の出場にとどまりました。粘り強さが身上だった打撃は、ただ前に飛ばすことのできない非力さが目立ち、守備でも勝負どころでのエラーやミスが目につきました。ショートのレギュラーは2020年から石井が務めることも多くなり、石井が怪我で試合に出られなくなった時も中島選手は起用されることなく、谷内や細川がスタメン出場することが多くありました。栗山監督政権でレギュラーをつかんだ中島選手、その栗山監督から新庄ビッグボスに変わった今シーズン、結果を出さなければ間違いなくオフに放出されそうな気がします。戸亀健、埼玉西武ライオンズ。今シーズンが3年契約の最終年となる戸亀投手、昨シーズンは中継ぎで40試合に登板し8ホールド、防御率 3.38 と存在感を見せましたが、即戦力投手が複数加入したチーム内において、その活躍が今季も継続できるか注目となります。2011年のドラフト1位で入団して以降、主に先発投手として1軍に定着し、2015年には11勝を挙げる活躍を見せ、オールスターにも出場を果たした戸亀投手、しかし以降は成績を落としていき、2桁勝利を達成することなく、規定投球回数もクリアすることはありませんでした。そして2019年オフには FA 権を取得し、3年契約を結び残留します。打撃陣に比べ投手陣に不安がある西武において、これまでそれなりに登板機会はあったものの、2020年は8試合の登板に終わった中での昨シーズンの奮闘ぶりでした。なんとか引き続き活躍を見せて来季の契約を勝ち取りたいところですが、年齢的にも後がないというのは事実です。いかがだったでしょうか。結果が全てのプロ野球界において、今回紹介させてもらった後がない崖っぷちの2022年シーズンを迎えることとなる選手たち、この選手たちをより注目してプロ野球を見ていただければと思います。